おはようございますの久保でござざいいますますすで今日はねお金の使い方にちょっとついてお話ししようかなと思いますよね例えば皆さんの月収が30万あるとしてですね30万を1ヶ月で使い切るような使い方をするでしょうかそれとも30万の収入しかないのに50万とか使っちゃいますかね30万の収入しかないんだけども50万使うと経済的破綻はちょっと免れないかなっていうのは誰でもね想像することだと思いますではですね 30万の収入があって生活費何やらかんやらと計算してそしてあ今月のお小遣い3万円かでも今月はちょっと出費がかさんだんで2万円しかお小遣いに使えないなと思ったら2万円でやりくりすると思うんですよじゃあその2万円のうちですねパチンコや競馬が趣味の方5万円使いますかね使わないと思うんですよねやっぱり2万円しか余剰資金なかったらそのうちの1万円とか5000円を何とかやりくりして自分の趣味やレジャーにね当てると思うんですよ えー、そしてですねこれはですねあらゆる買い物でも一緒なんですよじゃあ車をね買い替えようかなと思った時1000万円ぐらいの車のローン月収30万の人とか組むかなと思ったらあんまり組まないと思うんですよねやっぱり1000万ぐらいの車を買おうと思ったら車の維持費もありますからやっぱりね毎月毎月15万とか20万円ぐらいを車にかけられないとやっぱり厳しいと思うんですよそうなるとですね毎月のローンが例えばね1万 5, 円とか っていうもので、そして保険代を込みでだいたい3万円ぐらいでガソリン代込みで回るようにギリギリしていくのが、あまあ車の買い方なのかなと思いますね。やっぱり選択肢としては中古車になってくると思いますし、その中でね。高級車が欲しいって言ってもやっぱりね。自分の力量に合わせた分量に合わせたものになると思うんですよ。まあ、そういったことはね。冷静に考えられると思うんですけども、人はとにかくで、ね、たまに予想外のことをしちゃうんですよ。例えばですね。月収が30万なのに3500万円の家とか買っちゃうんですよね。 これむちゃくちゃゃくリスクだと思うんですよ。私はとてもできないと今,今でも思ってるんですよねだから基本的に家を一括で買うっていうのはまあ、ベースにあると思うんですよローンをしないと買えないってことはもうすでにそれはね借金をして買うものではないっていう判断もできると思うんですよ、まあ、これが私のお金の上手な使い方で、えー、借金をね重ねてきて首が回らなくなったからこそたど、まあ、り着いた境地だと思うんですよ でではですね私が今度ねお店を,出すとします店を出すことがあると思うんですけどもお店を出す時に30年ローン私が組んでお店出すっていうふうに私はもう考えないんですよね。 基本的には1年間で支払いが完了するようなものが許容限界で、あとはね、最初の出店資金っていうのは一発で払って終わりみたいにしないと怖くてやってられないですよね。だってお店が成功するかどうかわかんないわけですよ。ビジネスが成功するかどうかわかんないわけですよ。ましてやね、人のビジネスにお金を投じるときに、その人のビジネスが成功するかどうかわからないから、そんなに大きなお金出せないですよね。まあ、ということでね、ビジネスに参加するときでも、まあ、例えば投資をするときでも、自分の全資産の まあ出せて1%から2%っていうそういうふうなリスクヘッジっていうのは壊れないわけなんですよね私の余償資金の概念っていうのは10秒後になくなってもいいお金ということなんで本当にです、ね、何かトラブルが起きたら10秒で諦めますねはい終わったみたいな感じですよね、まあ、それに関わって意識を向けてその後の時間まで摩耗してしまうそして精神的にも疲弊してしまうのは非常にね人生のマイナスになりますんで私はとてもできないと思いますでもですねビジネスや投資に関わっているとこういう方がいらっしゃるんですよ 投資でで失失敗敗ししたたととビジネスで失敗したと自分の大切な老後の資金がなくなっちまったいや借金をしてやったのにどうしましょうみたいなねだからそれはだからやっちゃいけないお金のパターンですよねこれがね1920歳のまだ社会を知らない世間知らずの若者だったら仕方がないんですけどもね うん、でもやっぱり良い年をしてっていうかね年齢を重ねて40代、50代中には60代になってもうこういうことしちゃう人がいるんですよねだからこれは完全に自分の資金管理ができてないことと資金計画ができてないことと古い概念ですよね、うん、借金とかそれから貯金というものがもう完全にお金の使い方が古いわけなんですよねで最近のお金の概念ってのはどういうものかっていうと水物なんですよ。どうなななるか分かんいいとと安定雇用はないと 収入がずっとそのまま続く見込みはないこの手につかんだ時だけが全部リアルな現金なんだよって話ですよねだから入金の見込みがあるとかね月末には入るはずだっていうのはないのと一緒だと私は思うんですけど皆さんいかがでしょうかそういった形でねお金の勉強をやっぱりしていかないと結局はお金をなめてると大きなしっぺ返しを食らうようになると思いますややっっぱぱりりねねお金を、ねやっぱり よく学ばなないいないかなと思いいととけか思すよねお金の怖さとかお金のリスクとかそしてお金のありがたさっていうのをね考えていくとそんなにねおいそれとね自分の所得に見合わないような100万とか200万っていうお金は放り込めないと思うんですけどね皆さんいかがお感じでしょうかそれでは失礼します。